はいどうもこんにちは、ゆうきです。今日はですね、こちらの自転車、僕の愛用の自転車なんですけど、こちらの紹介をしていこうと思います。去年買った、去年の夏に購入した自転車なんですけど、かなり気に入っていてほぼ毎日、乗ってるんですけど、こちらの、自転車を紹介していけたらなと思っています。それではよろしくお願いします。この自転車は、2021年モデルの富士のフェザーという自転車なんですけど、見ての通りシングルのギアのピストバイクになってますね。タイヤは 700C のシングルってことで、まあ普通のよくあるピストみたいな感じなんですけど、今はシングルフリーにしてますね。真っ黒のフレームとパーツがかっこいいなと思っています。で、標準でついてるのがこちらのフリーギアなんですけど、僕は反対側には一応デュラエースの固定工具をつけてるんですけど、一応まあほとんどフリーで乗ってますね。やっぱりね、フリーでの方が街乗りで、まあ、こういう自転車ってほぼ街乗りで乗ると思うんですけど、まあ、街で乗る場合結構フリーの方が使いやすいかなと思ってフリーにしてます。で、ブレーキは、キャリパーブレーキ、前後ともキャリパーブレーキですね。でクランクは杉野、これはもともと杉野のクランクですね。これはもともとのものがついています。サドルとかを変えていて、これは、セラ・イタリア SLR というものを、まあ、中古で安く購入したものをつけています。これがね、乗り心地がすごくいいですね。で、ペダルは、三ヶ島のガンマというペダルを、購入時からカスタムしてつけてもらって、お店つけてもらって、これをずっとつけています。これがね、やっぱりすごい足への食いつきが良くて、この以前提供してもらったこの、クロームパナレーサーのサイクリングシューズと組み合わせるとバッチリですね。ビンディングかってぐらい食いつきがいいです。花粉がすごい、花粉かなんかすごい、なんかもう積もっちゃってますね。フレームはね、それに黒森だと思います。ここね、最近はアルミのものとか多いと思うんですけど、まあ普通に黒森の柔らかいフレームですね。あと変えた、そうだ、ハンドルも変えてます。ハンドルはこれは2等の、フォーシュレットバーっていうのかな、ブルーラグさん の通販で購入したんですけど、これがね程よいロングライザーで運転しやすいですね。ちょっとね幅があるので無理にすり抜けとかしない方がいいかなっていう感じなんですけど、このねフォーシュレットバーをつけています。まあ、ベルとかついてたりとか、ハンドグリッパーなんかも本当に500円ぐらいの安いやつをつけてますね。このハンドルグリップとブレーキはちょっと変えたいなと思ってるんですけど、ブレーキが、このハンダルに対してちょっと径が太いので、まあ、中にこのバーテープをかましてやってるんですけど、まあ、これがねちょっと見た目かっこ悪いので変えたいなと思っているところですね。あとはこのアデプトっていうメーカーのキャリアをつけて、その上にバスケットをつけています。これね、バスケットはね、これはダイソーで200円で買ったバスケットなんですけど、すごい調子いいですね。これが何でも入っちゃうという、今日ね撮ってる三脚もここに、乗せて、この
この紐で固定してきたんですけど、結構安定してて、いいですね。鍵なんかこういうの使ってますね。やっぱ鍵重要なんで、まあこの鍵もね結構重いんですけど、これがないとちょっとやっぱこういうかっこいい自転車取られちゃうんで、まあ、このカゴにポイって持ち運んでます。そうだな、あとは何かあるかな。アデプトのねキャリアをつけるときに、このハブナットを、このねハブナットがですね、そのままつかなくて逆にしてつけてるんですけど、ちょっとこれ怖いなっていう思うんですけど、まあお店で見てもらったらこうするしかないねってことで、まあちょっと不安なんですけど、まあ、あとここはもうボンドでくっつけちゃって、ただここがあのもうかなりガチガチに締めてますね。ここのねフリーで回転する、ワッシャーがないのでちょっと不安ではあります。でライトとかつけて、ここがねかっこいいよね、見える、ここがかっこいいですね、溶接部分かな。あとはなんかあったかな。タイヤは変えてないですね、まだちょっとね乗り心地があんま良くないんで、タイヤ変えたいなと思ってるんですけど、タイヤは 25C ですね。多分あんま太いの入んないかなっていう感じで、このブレーキとかフレームのクリアランスがちょっと狭くて、多分28が入んないんですよね。だから、まあ、26とかグラベルキングの26とかなら入るかなっていう、ギリギリ入るかなってとこですね。だからまあグラベルキングとかそういう類のやつの26とか25かなをそのうち交換したいなと思って。ブレーキなんかはね、まあ、別にこう街乗りでそんなスピード僕出さないんで、まあ、変えなくてもいいんだけど、まあ、105とかに変えてもかっこいいかもしれないですね。あとは特に変えてるところはないですね。ライトをここにつけて、これあの、これがね、こういう風になって、これね、ちょっとあのカメラの関係上回転してるみたいに見えるんですけど、普通に同等上モードになってて、点灯モードか。でこれが衝撃が加わると強く光るっていう、ちょっと難しいな、できないんですけど、まあ、ブレーキかけるとここが、強く光るっていうもので、これが結構ね多分便利なんじゃないかなと思います。ちょっと車の人にとってどうなのか、あの迷惑なのか、便利、あの見やすいのかちょっと分かんないんですけど、いいと思います。ちょっとこのねライトとかのリンク貼っとくのでチェックしてみてください。そうだ、ここのねやっぱねこのフレームのホリゾンタルがいいですよね。これ52サイズなんで、52サイズからかな、ホリゾンタルなのが、確か52、54とかはもう完全にホリゾンタル、56かな、ちょっと分かんないんですけど、これ52で1個上のサイズとかだともっと綺麗なフォルムになるみたいなんですけど、僕の身長的には、まあ、54でも良かったと思うんですけど、まあ、52がしかなかったので、まあギリギリ76センチなので、まあギリギリ52でもいいかなっていうところだったんですけど、まあね見た目はかっこいいですね。なんかホリゾンタルだな、なんかちょっとパシュートしてるみたいに見えるけど、これ角度かな、こうか、まあホリゾンタルですね。うん、まあ見た目やっぱね美しいですね。やっぱり、ね、ずっとこういう、なんだろう、あの街乗りで映える自転車っていうのが欲しかったので、まあ変えてよかったかなと思ってます。今結構品薄みたいで、もう自転車自体があんまり品薄傾向があるみたいなんですけど、特にこの富士のフェザーとかはあんまり入荷がないみたいなことをお店の方もおっしゃってて、まあ、なかなか買えないみたいな
ところがあるみたいなので、まあ興味ある人はお店で見ることができたらもうすぐ買った方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、今日は富士のフェザーの、僕の愛車の富士のフェザーの紹介をしてみました。まあね、やっぱかっこいいですよね。気に入って乗ってるんですけど、まあ、皆さんも興味あったらね、このピストってちょっとあのイメージどうかなっていうところあると思うんですけど、やっぱりね乗りやすいですね。本当にあのギアがもう本当にないので、変ななんかガチャガチャなんないし、坂も結構簡単に登れるし、平地でのスピードもね、まあロードバイクの本当に速い人と比べたらまあそんな速くないですけど、そんなスピード出すとちょっと危ないんで、やっぱりまあ街で道路とかで乗るには一番いいんじゃないかなって思いますね。山道とかやっぱり走ったりとか、なんかレースとかはちょっとわかんないんですけど、やっぱ街とか市街地とか走るのはすごくいい自転車だと思います。まあね、このやっぱりフォルムがあと綺麗っていうのもあるし、メンテナンスもしやすいし、いい自転車だと思います。まあね、ここのコグをフリーにしたり固定にしたり、まあ僕もたまに固定にするんですけど、それでまあスキッドとかして楽しむのもかっこいいかなと思いますね。それでは今日も、動画を見ていただきありがとうございました。この動画が、面白かった、良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではハイブリッドオービーズゆうきでした。ありがとうございました。